漫画家倉田真由美氏が語る女性アナ契約解除に物申す。倉田真由美さんはフリーアナウンサーの川口ゆりさんが男性の大衆に関する投稿で事務所から契約解除されたことについて、特定の個人を指していないのに解雇は過剰反応だと X で述べました。みんなの反応。フリーランスのアナウンサーがハラスメントの講師もしていたのに不適切な発言をしてしまったんだね。これで自分の商品価値をゼロにしちゃったわけだから契約解除も仕方ないよね。普通の会社員なら少しの不適切発言で即解雇は厳しいけど、フリーランスで自分の職務を否定するような発言をしたら契約解除も当然だと思う。芸能人やアナウンサーは知名度が大事だからSNS での発信も重要だけど、今回の発言は完全に失敗だったね。リスク管理が甘かったと言わざるを得ないよ。フリーランスのアナウンサーが不用意な発言をしてしまい、批判への対応も失敗しました。リスク管理が専門なのに自ら管理できていないため、今後の仕事は難しいでしょう。現代のネット社会では厳しい現実ですが、嫌ならネットを止めるか普通の会社員になるしかないと思います。男性が同じ発言をしても女性は責めないの？男性への暴言は許されて、女性への差別発言には敵意を示すのが男女平等なの？思ってても口に出さないのが社会人のマナーだと思うけど。他人の身体を侮蔑してはいけない。子供でも常識で、メディア関係者なら高い倫理が求められる。教育関係者から性犯罪歴者を除外するのもその一例。もし男性アナが女性の生理が臭いと言ったらどうなるか。同じ失態でも女性に甘い不公正があらわになる。この方はフリーアナウンサーで公平に物事を伝える立場です。異性を公に否定するのは問題で、倉田さんもその点を理解していると思います。会社の社員なら守られたけど、事務所契約だと問題視されて使いにくいと判断されたんだろうね。川口さんの発言が太くて多数に発信されて問題になってるんだよね。肯定する人もいるけど不快に思う人も多いから、今後も否定的な意見が寄せられて炎上する可能性が高い。彼女はこれまでも軽率な発言が多かったし、事務所としてはリスク回避のために契約解除したんじゃないかな。言葉を扱う職業人としてもっと慎重に発信するべきだったと思うよ。会社員じゃないと守られないんだよ。だから若い人は会社員、フリーランス、非正規のどれで働くかちゃんと考えて選んだ方がいいよ。男性アナウンサーが女性の大衆について発言して契約解除になったら、倉田氏は同じ疑問を持つでしょうか？多分そうじゃなくて批判すると思います。根底には男性は我慢するべきという意識があるからでしょう。男性も嫌なことは我慢せず、不快なことは不快と言っていいと思います。確かに大衆がきつい人と密閉空間にいるのは苦痛だけど、それは男女関係ないよね。でも男性の大衆と言ったから問題になってる。不潔な人の大衆といえば違ったかも。わざわざ男女対立を招く言い方だよね。科学的には遺伝的に近い異性の大衆が不快に感じるらしいけど、今回はそういう話じゃないよね。事務所がいきなり契約解除したのは事なかれ主義もあるかもしれないけど、この仕事は普通の会社や仕事とは違うよね。言葉を扱うプロとして問題発言は致命的だと思う。もし男女逆の立場だったら、男性が不特定の女性について問題発言したらもっと炎上するんじゃない？男性側には不平等だって感じる部分もあって、日頃の不条理感が溜まってるんだと思う。正しいか間違ってるかは別として、心理的にはそういうこともあるよね。契約解除の話だね。社員なら懲戒審査を経て処分が決まるし、弁明の機会もある。業務外の行為でも企業イメージを損ねるなら戒告や出勤停止、減給がある。契約社員なら契約更新せずに雇い止め、局アナなら懲戒処分と内勤移動、漫画が読者に不評なら打ち切り、漫画誌は毎回アンケートを取ってる。倉田さんの意見には同意できないな。私は女性として、男性から女性は臭いなんて言われたらすごく嫌だし、それはハラスメントだと思う。だから彼女が契約解除されても仕方ないと思うよ。フリーアナウンサーって品行方正が求められる職業なのに、SNS で問題発言しちゃうのは迂闊だし、雇用側が不安に思うのも当然だよね。フリーを選んだ以上、もっと慎重になるべきだったんじゃないかな。専属マネジメント契約の解除は解雇とは違います。局アナなら解雇はやりすぎですが、フリーなら需要がなくなれば契約解除は当然です。
人気商売は良いイメージが大事で、見て気分が悪いと感じる人が増えれば仕事はなくなります。例外はすでに道を極めた人などで、アナウンサーにはその道はほぼないでしょう。この文章を177文字にまとめると以下のようになります。企業に雇用されている労働者なら懲戒解雇にはならないかもしれないが、この人は契約で仕事をもらっている立場。契約違反があれば解除されることもある。契約内容と行為の詳細を知らない第三者が判断するのは難しい。事業者側が契約違反と判断し、会社の体面を守るためにそうしたのではないかと考えられる。この人、本質を全然理解してないね。友人知人とのお酒のつまみ程度にしておけばよかったのに、不特定多数が見る SNS で発信したからこうなった。アナウンサーならなおさら気をつけるべき。 SNS の恐ろしさを舐めすぎ。スポンサーはイメージ重視だから、ふさわしくないと判断されたらすぐ契約切られる。社会の厳しさを理解してほしい。この人、会社員じゃなくてハラスメント防止の講師なんだよね。過去にも不適切な発言があったし、今回の投稿も問題。これだけで批判されるべきなのに、不特定多数の男性に対して不快感を示した。解雇じゃなくて契約先が契約を続けたくないってことで解除されたんだ。何も問題ないし、倉田さんには関係ない。異論を唱えるのは自由だけど、このアナウンサーも論点を履き違えてた。倉田さんも自分の身を案じた方がいいよ。上司が部下の体臭をヒステリックに指摘するとパワハラで訴えられる可能性があるから、人事に相談してから対応するのが大事だよ。場合によっては産業医との面談を促すことも考えられるし、特に異性に指摘するときはセクハラにならないよう注意が必要だね。不特定多数の社員に体臭について注意するのは良いけど、優秀な上司は皆が前向きにエチケットに取り組めるような話し方をするよ。感情的に注意する上司は人望を失って、仕事や人事に影響が出るかもね。契約解除と解雇は違うんだよ。解雇が厳しいと思われるのは労働基準法で守られてるからで、契約解除は契約書に従うだけの話。最初の一言は個人の感想で済んだかもしれないけど、SNS で反論や言い訳を続けると他者への理解のなさが目立つ。そんな人をアナウンサーにするのは難しいよね。会社員と個人事業主は違うんだよね。会社員は不当解雇から守られてるけど、給料は会社が決める。一方、芸能人は個人事業主で事務所と斡旋契約してるから、事務所が提示したギャラや仕事内容によっては拒否できる。でも芸能人はイメージで仕事が来るから、不倫やひき逃げでイメージが崩れると仕事がなくなる。そうなると事務所全体の収入も減って維持が難しくなる。契約に違反があれば契約破棄もありえるから、解除されても仕方ないよね。フリーアナウンサーだから雇用じゃなくて定型契約みたいなもんでしょう。普通の会社の解雇は雇用だからね。解雇反対してる人は、自分が事務所の社長ならこのアナウンサーに仕事を振れる自信あるのかな。他のアナウンサーに振る方が簡単じゃない？レギュラー持ってて稼げるなら切らないよ。結局元からそれほど売れてなかったし、こんなことになって使いようがないから切るって話でしょう。この女性アナウンサーはフリーだから自営業者で、一般の会社員じゃないんだよね。自営業者が失礼なコメントを書いて仕事を失ったって話だけど、これってクライアントの判断次第なんだよ。過剰反応かどうかもクライアントが決めること、倉田さんがどうこういう話じゃないんだよね。日本には男性から女性に意見するのが我慢できない人がいるけど、区別がついてないのが残念だよね。企業との雇用関係じゃなくて契約関係なんだよね。人気がなければ契約解除される漫画家や作家との関係に近い感じ。事務所の主張では、今回の発信の前にも差別的な発信があったらしいから、一度きりに見えても積み重なってた部分があって看過できなくなって契約解除に至ったんだ。だから女性アナウンサーもそれを理解して受け入れたんだと思うよ。解雇されたのはアナウンサーとしての資質がないからだと思う。会社が決めることだから、他の会社で復活できるかも。倉田さんの言ってることは的外れだよ。労働契約の懲戒解雇と委任契約の解除は全然違うんだ。委任契約は信頼関係が前提で、契約書がなくても民法上自由に解除できる。だからどっちかが自由に解除するのは当然なんだよ。比較するのが間違ってる。会社員の解雇とフリーランスの契約解除は違うよね。会社所属のアナウンサーなら解雇にはならないけど、会社員としての制限がある。フリーランスは会社に守られず自由を重視してる。アナウンサーは言葉に責任があるから
SNS を不必要に使わない方がいいんじゃない？黙って漫画だけ描いてればいいのに、なんでわざわざ言わなくてもいいことを発信して自分の評価を下げるんだろうね。全然理解できないよ。解雇と契約解除の違いとか、最近のハラスメント問題や SNS の影響で会社がどれだけ気を使ってるか、全然知らないんじゃない？公に発表する必要がない問題があって、それを踏まえた上での判断かもしれないのに、内情を知らない人が騒ぐ意味がわからない。短慮だし、ただ注目を集めたいだけに見えて下品だし、知識のなさにこっちが恥ずかしくなるよ。この件について、フリーランスだから解雇ではないという批判はその通り。でも、過剰反応すぎる点には同意。これを当然とする社会なら、それが問題だよ。契約解除されたなら、また別の契約を探せばいいだけの話。フリーランスは普通の会社員とは違うから、職を失う理由も違うのは当然。この人はアナウンサーでハラスメント講師でもあったから、今回の発言は職務に関係してた。だから普通の企業と比べて疑問に思っても、それはただの感想に過ぎないんだよ。契約解除が適切かは別として、言葉で仕事する人にとっては不適切すぎたんでしょうね。今後一緒に仕事する人からすれば、気を使いすぎてやりづらい人と見られるかも、仕事で使う側からすれば、本音が見えたので今までの仕事は適してなかったと思うかもしれない。結局、誹謗中傷以上に今後の仕事にマイナスは避けられない感じがします。このアナウンサーは普通の雇用契約じゃなくて、ハラスメント講師もしてた。過去にも問題発言があって、会社は契約解除を考えてたんだと思う。SNS でやらかす人は繰り返すし、アナウンサーは大衆相手の仕事だから、普通の社会人と同じに考えちゃダメだと思う。フリーアナウンサーやマナー講師を普通の会社員と比べるのは妥当じゃないよね。SNS の書き込みに対する反応もいろいろあるし、男性にだけ焦点を当てるのも反感を買うかも。確かに男性には気にしない人が多いかもしれないけど、そんな発信を容認して都合の良い思いつきで発信するのはどうかと思うよ。彼女はフリー契約だから、会社の方針と違う発言をしたら契約解除されても仕方ないよ。従業員なら会社も責任もあるけど、フリーはリスクもあるんだ。厳しいっていう人もいるけど、契約を維持して仕事を与えないより、契約解除して自由にする方が温情だと思うよ。倉田さんが女性の大衆が、といった場合も同じ反応をするかどうか気になりますね。今回の発言に対して批判があっても反論していて、自分の発言に問題があると思っていなかったことが問題を大きくしました。契約している会社もその対応が問題だと判断したのでしょう。今回のケースは解雇ではなく、委託契約の解除です。ハラスメントに関する講師がそれに反する発言をしたので、契約解除は当然です。男性の著名人が女性に対して同じような問題を起こしたとき、倉田さんがどう反応するか注目されるでしょう。匂いの原因はタバコ、加齢臭、風呂に入らない、スポーツの汗、体質などいろいろあるよね。確かに匂いが強い人もいるし、耐えられない人もいる。でも、大半の人は風呂に入るし、洗濯もするよね。それでも一部の人は悪臭を放つことがある。衣類に染みついた匂いは漂白やクリーニングで対処できるし、加齢臭や寝汗は起床時に蒸しタオルや濡れタオルで背中を拭くと軽減できる。だから、もう一段上の対策をみんなに知ってもらうといいと思うよ。要するに、言いたいことを言えない世の中じゃなくて、言ってはいけないことを言った結果だってことだよね。契約解除が適正かどうかは議論の余地があるけど、臭いってセンシティブな問題に触れた上に批判までしたんだから、自分も批判されるのは仕方ないよね。自分も加齢臭があるけど気を使ってるし、他人の匂いについては口にしない。彼女が批判されたのは、自分だけは臭くないって感じがしたからだと思うよ。リスクある取引先とは普通契約切るよね。問題発言したタレントや嫌われてる番組のスポンサー企業が不買運動される時代だから、事務所にも影響が出るかも。この方がハラスメントの講師をしているため、職務への悪影響を考慮して契約解除となりました。タレントの CM 解除と似ていますが、やりすぎと感じる人がいるのに驚いています。正社員の解雇とは違い、フリーランスの契約業務上の支障を考えた正当な契約解除です。非難する前によく考えてください。よろしくお願いします。これまでの積み上げでリーチだったかもね。民間企業が解雇した理由に首を突っ込むほどの当事者性があるのか疑問だよ。アナウンサーとして続けてもオファーが減るのは明らかで、それでもやっていくかどうかは本人の問題で、外野が口出しすることじゃない。
一発でアウトかどうかはわからないけどね。なんで言わなくていいことを SNS に投稿するの？しかも言い訳っぽい一言を最初につけて。デリケートな問題だとわかってるのに、なんでそんなこと言うの？その日に嫌な思いしたのかもしれないけど、軽率だと思うよ。アナウンサーは言葉で食べてるから、プライベートでも言葉の使い方を間違えて炎上したら契約解除されても仕方ないよね。フリーで働くってことは、プライベートでもミスしたら仕事が来なくなるってことだよ。この女性アナの発言を否定せずに流すと、男性は臭いから批判して良い、大衆がきつい、男性は攻撃しても良いとなりかねない。清潔感は大事だけど、仕事の環境でどうしても汚れることもある。そういう仕事を知らない人からの批判に見える。だから、ある程度の謝罪は必要だと思う。職場には大衆が強い人がいて、特に脇がの人は辛い。本人が気づかないなら病院を勧めるべきかも。風呂に入らないのは論外。自分も汗っかきだから気をつけてるよ。契約関係だから解雇じゃなくて契約破棄だよ。契約書に違反したからコンプライアンスに抵触したんだろうね。企業理念に反したんだと思う。雇用関係じゃないから解雇はないよ。まず解雇じゃないよね。会社員なら解雇にはなってないはず。フリーランスは怖いけど、その分収入も多くなるチャンスがあるから普段から気をつけないとね。契約解除された人はハラスメントの講師だったらしいけど、過去の発言が蒸し返される可能性があるから契約解除は仕方ない。フリーランスの人が本当にフリーになったわけで、事務所に入ってないと何もできないなら最初から向いてなかったんじゃない？ハラスメントに関する話だけど、女性に対するハラスメントが過剰だって意見はあまり見かけないよね。これって、男性に対してなら多少ハラスメントなことを言っても本当のことだから黙ってるだろうって考えがあるからじゃないかな。女性に対して同じことを言ったら、すごく怒るよね。しかも、この人はハラスメント講師で、ハラスメントがどんなもので、男女問わずやっちゃいけないって教える立場の人なんだよ。そんな人がハラスメントするのと、普通の人がするのでは影響力が違うから、一般の会社の例には当てはまらないと思うんだよね。この人が事務所と契約してるのは委任契約で、信頼関係が崩れたら一方的に解約できるんじゃない？事務所の対応や謹慎処分は妥当だと思う。過剰反応なら全世界に発信しなければいい。契約上、発言だけで簡単に解除はできないはず。でも、過去の行動や発言が原因で解除されたのかも。文章は話し言葉よりきつく感じることが多いよね。この漫画家さん、世間知らずすぎるね。解雇と契約解除の違いも分かってないし、CM に出た芸能人がスキャンダルで賠償金を払うことがあるように、表に出る職業として不適切と判断されたのを普通の会社員の解雇と混同してる。出版業界でも、ホビー雑誌の編集者が SNS で炎上して解雇された例もあるよ。みんなの反応としては、川口さんの発言は不適切で契約解除もやむを得ないという意見が多いです。少数意見としては、男性が同じ発言をした場合の不公平さを指摘する声もあります。当チャンネルの意見として、川口ゆりさんの発言はフリーランスのアナウンサーとしての立場を考えると非常に不適切であり、契約解除もやむを得ないと考えます。SNS での発信には慎重さが求められ、リスク管理が重要です。